4月4日土曜日と5日日曜日の2日間、浜松市北区細江町にて第58回浜松市姫様道中が開催されました。姫様道中は江戸時代、公家や大名の姫様が街道を往来した様子を再現しています。初日の4日はあいにくの曇り空でしたが、絢爛豪華な行列を見ようと多くのお客さんが桜満開の街を訪れました。浜松市の春の一大イベント、姫様道中では、イベントが盛りだくさん。姫街道物産展では、さまざまな地域の特産品が販売され、その昔要所として栄えた東区を彷彿とさせる風景が広がりました。また店先を利用したアートギャラリーも登場し、あちこちで自慢の趣味や手芸が披露されたほか、日が四つ角に設置されたステージではブラスバンド演奏会が開かれ、街行く人々を楽しませていました。正午を迎え、メインイベントの道中行列がスタート。家老や腰元、やっこ衆などを従えた姫様一行、総勢118人の大行列は圧巻です。行列には鈴木市長も参加し、会場を賑わせました。豪華絢爛な衣装に身を包んだ姫様がカゴから降りると、会場は一気に盛り上がり、撮影のために近づく多くのカメラマンに姫様はにっこりと答えていました。一行は移動をしながら各所で手踊りや薬効踊りなど華やかな舞を披露し、見物客を楽しませていました。ヒーソーよー、都田川桜堤の満開の桜並木を通り抜ける様は優雅そのもの。訪れた人たちはうっとりとした様子で、きらびやかな時代絵巻を楽しんでいました。およそ8万人が訪れ、今年も大きなにぎわいを見せた浜松市姫様道中。江戸時代の街道文化を満喫した2日間となりました。